一個集中講座スネークの、4回目になります。はい、ということで今日もねアシスタントのリート君と一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします実はね、いつものこのね服ね、ずっと同じ服着てます。そうだね、気づきましたか？もう続けて撮っていることを練習してないんですよそうだね、もう面倒くさいからね、続けて撮っちゃおうって言ってね、連続で撮ってる関係で服装は変わりませんと、はいね、リリとは練習しなくてもスネーク頑張ってちょっとの短期間でできるっていうところをね見せてください。はい、はい、じゃあ1回目で歩き方やりましたと。で2回目でかかと前足やった。3回目で後ろ足つま先でやりました。で今日は何をするかというと、前足と後ろ足を同時にやってみようということをやります。これがまた難しいね。はい、ということでちょっと解説すると、前足かかと後ろ足つま先っていうことなんで、まずねやりやすくするために足をハの字にします。ハの字なんでかっていうと、前足は内側から外、後ろ足は外側から内っていうルールがあるんで、先にもう作っちゃいます。ハの字を作る。で、この場合だとつま先が、まあ、どっち足でもいいんですけど、前にこう持っていって、つま先が内側になっていると思います、ね、そしたら外に開きます。で、その時戻して後ろ足かかとが外側になっていると思います。これを内側にする。そうで、これを同時にやるんだね。これ前足かかと後ろ足つま先でよいしょ、こうする。はい、こうする。で、この時ここで一回踏まない方がいいです。ペタって踏んじゃうとつま先とかかとが分かんなくなっちゃうんで、つま先とかかとを浮かしっぱなしの状態でえいで、すぐ戻る。戻るのが大事。はい、開く、戻るね、開く、戻る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 、できる。うん、上手。じゃあ今度逆出しでもやってみよう。はい、こうやって内股にして左足の方前です。で、かかとを内側から、あ、つま先、つま先を内側から外側にえい、かかとで浮かすよ。えい、えい、えい。で、今度は後ろ足、つま先で外だね、つま先でかかとを、ごめん、内側だ、内側に入れます。はい、これも一緒に行くよ。せーの、ゆっくり、およいしょ。はい、戻す。はい、つま先とかかと浮かしっぱなし。はい、戻す。はい、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 この2つだね。1個じゃないって2つになっちゃったけど、内容的には同じです。つま先とかかとを、ね、同時に動かす。それも内側から外側に、内側から外側に。いいですか？これが4回目の、これだけやってくださいです。はい、はい、ちょっと一気にレベルの上がったけど、どう？まだいけるでしょ、ま、リードだったらまだいける。あ、そう、よし、楽しみだねじゃあ次、5回目、さらに難しくなっていきます。はい、それでは頑張ってやってみてください。じゃあね、バイバーイ